天井裏、エレベーター、煙感知器、作動試験を行っていきます。通常はこの蓋の部分がここについてあって、開けてスライドさせたらいいんですけど、ここはですね、この木をですね、つけててスライドがさせれないので、分解してですね、今この状態にしてます。火炎試験器でですね、炙っていきます。はい、感知器発砲。